分かりづらいですね。ありがとうございます。ここでグリップね、ラケットのグリップ変わります。これは普通のグリップで、でこれが横回転サービスのグリップ、巻き込みのサービスのグリップの方はちょっとこういうふうに握りますよね。最初からもう巻いてある、だから巻き込み、まっすぐではなく予備調節する、こういう感じに握れますね。こういう感じにねと巻き込みやすくなる、すごく浅くなるね。浅くそうちょっとそうですね、浅くに人差し指ちょっと引っ込めて、親指と中指と人差し指、この3本の指がメインになるから、ちょっと浅くなるともうこの時点で巻いてます。でもこれでバックはダメですよ、これフォアハンドもダメですよ。これあくまでも巻き込みサービスの握り方では、この握ってからシンプルで、これは多分僕たちはこれやると簡単に見えるけど、初心者にとっては難しいですよ。ボール当たらないんですよ。そうですね、はい、その当たる理由がさっきも言ったんですけど、力んでるから、力が入ってるから、力入っちゃうと当たりづらい、難しい。力を受けた状態のままで巻いていく、最初は回転そんなに強くなくていいので、うまくこのボールのこっち、まあ反対の方に当てれば、では、でこの左足、この左足が軸にして、体を左足を軸にして、ちょっと体重移動、スイング引く時は右足に乗って、ボール当てる時には重心左足の方に乗ってきて、グッとちょっと回すだけで、これで巻き込み出しが強くなりますね。右左、右左、何も力は入れることない、左足を軸にして体をぐるっと回せばいいね。でこれやってます、これ軸に、ありがとうございます。はい、ここで一つポイントもあるのは肩。マラソン、歩き、走る、やっぱ肩こう肘上げて、こう肩が軸にしてこう回るで走るじゃないですかね、こういう感じで走りますね。そうこういう感じから始まって回っていくと、巻き込みを回しやすくなるね。この歩きの動作があるよね。でちょっと上げたらこれシンプルの方、これも当たる瞬間は全て手首、でギュッと巻いていく、それをあんま複雑考えずにシンプルで考えて、でやってみて感覚をどのぐらい出せるで、絶対力入っちゃいけませんね。これは単純なシンプルな巻き込みサービス。ありがとうございます。でもラケットヘッドで頭の上、要するにおでこのあたり。そうするとこのラケットを半分いくと、ここは上、こっちグリップの方はあるのは下と思ってください。その方がいいですね。おお、分かりづらいです。ありがとうございます。